ははい皆さんこんばんこばすみあゆみです、えー、と今日はですねジャニーズ問題をどのように解決すべきかこれをストレートに考えたいと思います一番大事なポイントは、えー、国を訴えるべきだということですね、えー、こ,のここから私はですねすべての解決策が導き出されると思っていますそして、えー、その持てる資金をですね、えー、子どもを守る活動にそしてその中に、えー、被害者を含めるこういう形でですね、えー おそらく1000億円以上の資金を集めて投入することが可能だろうと思いますしそうすればですね、えー、ジャニーズはこれからもですね人々に愛される存在として残ることができると思います、えー、この方法をですね、えー、お話ししたいと思いますお久しぶりです、えー、三浦瑠璃様、えー、スポーツ新聞スポニチにですね、えー、三浦瑠璃氏 NHK のジャニーズステッカー外問題への対応納得感はあるもテレビは テレビ局は皆当事者なんだよねというツイートをしましたという謎の記事が出ておりました。お久しぶりです三浦さん。で、えー、やはりこの点もですね、すごく重要なポイントだと思います。テレビ局や、えーまあ、マスメディアはですね、えー、知らんぷりは許されません。<laughs> で、えー、それをですね、えー、考える上でとても参考になる記事がありましたのでご紹介したいと思います。 このままいくとジャニーズ事務所は自然消滅する経営のプロが想定する10月2日以降における3つのシナリオ、鈴木孝博さんですかね、経営コンサルタントの方の記事です。でこれはですね 前にあの清水さんとあの相続税逃れのですね動画を撮った時に申し上げた線と同じような考えでこの経営のコンサルのプロもですねやはりそう同じこと考えてるんだなということが分かったので非常に参考になりました。でこれに基づいてえ考えをもう一度練り直したのがこの私の案です。でこれはですね基本的にはですね最後でお話しますけども。 公害、えー、問題とですね同じ行動してるっていうことが一つのポイントになるんですね。で、えー、じゃ具体的にどうしたらいいのかっていう問題をお話ししていこうと思います。まず一つ目はですねここに書きましたように、えー、社名変更です。あ、じゃしゃっ、社名変更、社名変更はもこれ絶対必要です。でもジュリーズ事務所とかはダメだと思いますよ。えー、なんていうか、うん、もうちょっとまあ、それはえっ、ー、とプロにお任せいたしましょう。私が名前を考えたってどうするこんなこと思いつかないので、で。 えー、でそれで,です、ね、すごい重要なポイントは、まずあの新会社を作れって話を最初してましたけど、それはですね、えー、やるべきではないってことが分かりました、それなぜかというと、えー、相続税の問題です、えー、週刊文春のですねスクープがありました、えー、ホノルル現地取材、ジャニーズ事務所、藤島ジュリー恵子前社長が涙の会見直後にハワイで合流って記事なんですけど、これ、大事なポイントはそこじゃないんです。 えジャニーズ事務所ですね、本来、えー、この藤島ジュリー社長は、えー、860億円相当の相続税を支払うべきであると、まあ、これ単に推計なので、正確な金額ではないのですが、正確な金額を発表していないので、えー、言ってないんですけど、分かんないんですけど、まあ、とにかくまあ巨額の相続税がかかってくるわけなんですね、ところがそれを払わずに済んでいるっていうことがあります。これはですねこの事業承継制度っていうのを使って、承継税制っていうのを使ってるからです。これは えーと相続税を払ったら潰れてしまうような中小企業を救済するための制度です。それはですね、ジャニーズ事務所のような巨大な企業に当てはめるのは変なんですけども、でも当てはまってしまうんですね、法律的に。で、それは、えー、資本金がですね、えー、1000万円なんです、ジャニーズ事務所っていうのは。設立以来、ずっと変わらないので、だから、えー、5000万円以下のですね、えー、企業は当てはまってしまう。でこれはあのー まあ、本当に見事な相続税逃れで、でしかもです、ね、これをサポートしているのが、えーその、ジャニーズ事務所の税務担当者、監査役、国税庁出身の駒田仁氏ですかね、えー、この方がです、ね、税法通りです逃れでで法律の趣旨に反した税金逃れではないか、逃れではない。 税法通りですコメントは以上ですという、ですねクソなコメントを、えー、元アタブ税務署長の小又さんが残しているという衝撃のお話ですけれども、えーこれ、この問題があるからですね、つまり、えー、別会社に移してしまったりして、ですね事業が継続されていないと、えー、ジュリー氏はですね860億円プラス、えー、と金利のですね相続、えー、税を払わないといけなくなってしまいます。まあ、1, 億円近いい金額にななるんじゃないかっていう気がしますけど すすごいことになるわけですねだから、えー、これをやっちゃうと、あのー、つまり新会社を設立して事業を措置を移したりするとですね、えー、ものすごい金を国に払わないといけなくなります。国は大喜びで、それがですね、被害者救済に使われるかって使われないですね。 だから、えー、これはです、ね、私はです、ねえー、相続税を払うべきではないと思っています。で重要な原資です。というのもです、ねえー、相続税というのは、つまりその正当な事業を、ね、やって、えー、稼いだお金だったらそこから税金払わないといけないんですよ。でも、えー、このジャニーズ事務所の事業というのはです、ね、正当な事業じゃないんですね。悪辣な犯罪の上に成り立ってたんです。ということはそこに形成されている資産は。 えー、これはそのその犯罪の被害者とかね、えー、あるいはその潜在的な被害者いろんな方にですね還元しないとダメなお金なんですよでそれを税金で払っちゃうってことは、えー、国はですね犯罪組織からお金をもらったことになってしまいますだから私は相続税を払うべきではないと思うんですよねなので、えー、この相続税の流れをしていたことは、えー、今となってはよかったっていうことになると思いますで着車、えー、なとおっしゃるかもしれませんが例えばですねあの昔あのトヨタ商事っていうところが えー、とんでもない、えーまあ、詐欺のようなことをやってですね、えー、多くの方からお金を踏んだくったっていう事件があってそれをですねお金を取り返さないといけないという時に、えー、その確か中も浩平さんだと思うんですけども豊田商事事件っていうまあそういう事件があった時に、えー、そ,れそれが破綻したわけですねそのインチキ会社が。でその時に、えー、とお金がもうほとんどなかったんですよその資産には。 その中坊公平さんという弁護士をですね中心にした関罪人グループがですね徹底的にお金を回収して100億円ぐらい集めたんです。どうやって集めたかというとその一部はですねその高額の所得を得ていた人が払った税金、これ、不当な所得によって生まれているから本来発生していないはずだからって国に払った税金を取り返したででそうやっててき集めたりしてるんです。よねだから えっと、その相続税をもう払っ今回払ってないから、えっ、ー、と、大丈夫なんですけど、えー、払って、例えばですね、過去にジャニーズ事務所が払った税金とかも、私はですね、重要な原資になると思っています。え、そういうのを全部かき集めるべきだと思うんですよね。え、だから、今、今更ですね、正しく相続税を払ったりするべきではない。なぜなら、形成されている資産はまず被害者に、あるいはそして潜在的な被害者、あるいは。 えまあそのかそくのこれによって、苦しめられた人々の救済にまず当てないといけないからです、だから、えー、とそ,のそのためにはです、ね、まずこ会社の存続は絶対必要です、だからこれ新会社作ってそっち移したりしちゃだめなんですね、そしてジュリー氏は代表取締役に留任すべきです、5年以上、全部でね、えー、そうすると先ほどのスキームを使えますので、それからです、ね、株式をです、ね、売っちゃいけないんです。 株式は保有を継続継続しないといけません。で、えー、で、それをですね、ずっと持って行って、そこからですねジジ、ジャブジャブ、あの、何、あの配当をもらって、合意を取るのはダメですよ。そんなこと言ったら許されませんからね、えー。そこのその配当とかも全部、その、えー、救済事業に回すべきなんです。だけど、えっ、ー、と、その、その際にですね、例えばですね、あの救済でどうあんのかっていう問題があるわけです。で。 えー、簡単な救済の仕方はですね、あのー、だいたい1人当たりこういう事件の相場っていうのがありましてですねで数百万払うって言うんですねたった数百万です人生を破壊しておいて数百万円ってありえないと思うんだけどでも、えー、こういうですね、えー、加害事件こういう暴力事件のですね、えー、だいたい賠償金ってのはそんなもんなんですよでそれ例えば1000人いたとしても たったの数十億円なんですねで。ジャニーズ事務所にとってはヘのカッパみたいな金額です。だから、えっ、ー、とでそんなもんでですね、あのそんな金もらって、えー、その今恐ろしい目にあった方々が救われるからった、救われないと思うんですよね。だから私は、えー、この、えー、ジャニーズ事務所っていうものの名前は変えるけれども構造はそのままにした上でその会社のですね存続理由っていうのを 変更すべきだと思うんですじゃあどうやって変えるのかっていうことなんですけれども、えー、それはですね、えー、子どもを守るという活動をする会社になるというふうにすべきだと思うんですよね。つまりジャニーズ事務所のタレントさんたちが活躍するそしてそこから所得を得るとその活躍それからその所得の目的っていうのは えその子どもたちをさまざまな暴力、もちろんですね性的な暴力も含みますけれども、あらゆる暴力から子どもたちを守る活動に使うんだと、その活動の全体の中から、中にですねえ直接の被害者の救済も含めるという形で、活動を定義し直すという必要があると思います。こここここれセットですでですっっっちちややなないいい <laughs> ここういうううとやんないでこっちだけっていうのは 納得しませんよねね世間は、ね、だからうんとその会社の在り方っていうものを、えー、その根本的に考えるんですねその目的としてねつまり、えー、数十年にわたって、えー、ジャニーズ事務所は、えー、未成年をですね、えー、とてつもない苦しみを与え続ける組織でしたですから、えー、とそ,のそれをですね これかから数十年かけて償う必要がありますでそのためには子どもたちを守る組織になる守るために存在しているのだっていうふうに定義し直すことが決定的に重要なんじゃないかと思うわけですでそのためにですね1000億円ぐらいは簡単に投入できるはずなんですというのもだから相続税だけで860億プラス金利だとかなんだとか なので、今まで1000億円以上集まるだろうと私は思いますね。で、これをですね、えジュリー氏個人のうん財産の中から、えー、投入していくということを表明するで、それをですね、実際に実行するための、えー、第三者機関を作るというところがですね、大きなポイントになってくると思います。で、それからですね、えー、5番目ですけれども、えー、とその、 で救済っていうのはどうするのかっていう問題ですさっき言ったみたいに金払う。じゃあ500万円じゃ足りません。じゃあ600万ならいいですか ?800 万ならいいですか ?1000 万ならいいですか ?3000 万、5000万。まあ、いくらでも値上げしていけばいいかもしれません。1億でもいいかもしれない。けれどもですね、じゃあ、えー、1億円もらったら、その傷は言えるのかっていう問題があります。言えないですよね。だから、えーと、私は個々の、救済は個々の個々人。 つまり失われた人生をどうやって取り返すかっていうことに取り組む必要があると思います。まあそれはだから端的に言えばですね、今彼らが抱いている夢を実現する支援をジャニズム署がやるんだと。でこれはここに含まれる。こういうふうに、えー、して救済をする。で救済っていうものを例えばですね、えー、まあ、多くの方は。 被害者の多くの方は、えー、芸能人を目指してたわけです。エンターテイナーを目指してたわけです。だったら、えー、とまずはです、ね、その被害者全員再雇用する、あるいはです、ね、これはあのその先ほどのです、ねえー、プレジデントの記事で、えー、鈴木さんがです、ね、提唱していた方法の一つですけれども、まあ、それは人によると思います。もうやりたくないよという方もおられるだろうし、でも、まあ、そのお一人お一人のです、ね、抱いていた夢をどうやって実現するか。 というのをジャニーズ事務所が支援するっていうことはすごく大事だと思いますで、えー、でそれからですねあのでも例えばだからあの北工事さんとかすで、えー、にお亡くなりねかなくなった方もたくさんいるんですよねまた何しろ何十年にわたる、えー、と,とんでもない行いが行う犯罪が行われたわけですから なので、えー、そういう人たちはですね、もはや、えー、救済ができないわけです。だから私はですね、もっとより抽象的に子どもを守る活動っていうものを、これをですね、やる必要があると思うわけですね。その理念、でそういった人たちの魂に届くような活動をしないといけない。 だから、えー、これから生まれてくるこれから大人になっていく子どもたちのですねどうやってそういう恐るべき暴力から守るかということに、えー、全力で取り組むっていうことがやっぱり総合的に、えー、その救済っていうことのですね魂の救済っていう次元に届かそうと思ったらやっぱりそれが必要なんじゃないだろうかっていうふうに考えてるわけです。で、えー、それからですね、あのー、先ほどの三浦瑠麗さんが言っておられましたように。 えー、テレビとかいうのは全然これ「ジ、え、ャ、ー、ニーズかんちゃんとやってくださらないとタレントさんとはもう契約できません」とか言ってる場合じゃないんですよだって加害者ですからね <laughs> グルだったわけなんで、えー、なので私は、えー、テレビメディアマスメディアはこの活動に参加すべきだと思いますこの活動に。じゃあどうやって例えば年に1回、えー、そういう24時間テレビみたいなやつでやればいいじゃないですか。 でそれもで、ね、あの全,全メディア横断とかでねでねるいはそれ以上にそれとともにですねあの稼いだ金がありますよねジャニーズ事務所を使ってそれはちゃんと、えー、ここに入れましょう <laughs> ここに参加しましょうで、えー、なんだったらですねジャニーズ事務所から稼いだ金で払った税金とかを取り返しちゃえばいいわけですよまあ、そうやって、えー、この、えー、ジャニーズ事務所がえっ、ー、と これから子どもたちの人生を破壊してきたジャニーズ事務所はですね、これから日本のですね、日本に限らないと思いますけど、子どもたちの命と夢を守る活動に、そのためにですね、グルだった機関にはね、働きかけて、一緒にやりましょうと、一緒にやってくださいと呼びかける、これはですね、とても大事なことではないかと思います。それから えと私はですねすご,くすごく大事なのはこれだと思ってます。被害者がですね、えー、国に対して集団訴訟を起こすべきではないだろうかと思ってるんですね。えー、で,、えー、で費用はまあこのジャニーズ持ちっていうかあのこ,のこの活動の一部から出すべきだと思うんですけどこの,この活動ねなぜか。なぜかというとですね、えー、先日ですねお話ししましたように、えー、このジャニーズ事務所を舞台としたジャニー喜多川氏のですね 犯罪行為というのは、えー、国会で取り上げられています、えー、2000年のです、ね、4月13日の、えー、第147回国会衆議院、えー、青少年問題に関する特別委員会第5号こちらでですね、えー、坂上、まあ、追及されたのはこの元宝塚市長でその前にの国会議員をしておられた自民党のです、ね、国会議員をしておられた坂上義秀氏。 のでですすね、えー、がななさった質問なわけですこれはあの息子さんのですね小原健三郎さんという人のブログに出ている、えー、これ何のニューテレビのニュースかなんかの記事だと思うんですけどもそうこの方ですねでこの方がですねあの質問を必要な質問を展開しておりますでその質問のですね内容をさっきのこの議事録で追うのは大変なんですけどもこれは弁,弁護士 .com ニュースっていうところで記事が出ております。 これ2003年5月12日の記事ですけれどもここにですね、えー、非常に簡単にまとめてくださっているので、えー、これを使ってご説明したいんですけれども、えー、で1つ目はですね、えー、まずそのこの青少年問題に関する特別委員会っていうのは、えー、つまりその児童福祉法のですねあ児童福祉法の,のですね、えー、その 法文がです、ね、不十分ないんじゃないかということが論じられたんですけども、当時の厚生省は、ですねいやー、十分です、十分です、大丈夫です、大丈夫ですということに終始していて、それを追及するためにです、ね、開かれていて、でそこで,です、ね、この自由民主党の国会議員だった坂上さんが徹底的に追及されたという、まあ、そういう事件なんですね、事件というか、まあ、そういう,そう,いう、えーとえー、質問なわけです。で、まあ、その詳細はです、ねえー、と別の動画ですでにお話ししましたので、 割愛しますけど、まずです、ね、大事なことは、えー、まず厚生省、今の厚労省、これはですね、えー、一般論としてだけれども、えー、その児童福祉法のに違反しておるということを認めてるんですね、しかもですね児童福祉法の、えー、第34条の6号に違反している、でこれは、えーそのまあ、児童に対して引っさせるということなんですけども、えー、この罪はですね10年以下の禁禁庫10年以下の懲役っていうす、めちゃくちゃ重い で,すよでその罰則がですね、他のいろんなやっちゃいけない行為は3年とかなんですけど、これだけ10年なんですね、まあ、それだけあの極めて、えー、深刻な悪影響があるということを、やっぱりこの児童福祉は認めてるわけなんですけど、でそれにやっぱり、えー、言ったりとるだったら一般論としてだけども、該当しますというふうに認めてるんですね、でまあそれでそのジャニー北川氏のこのような行為は、ですね今後、警察庁としてどのように追及し、捜査されようとしておりますのか、決意のほどお伺いいたしますと重ねて聞いて、 で警察庁の安全、生活安全局長、局長というのはめちゃめちゃ偉いわけですけどが、えー、青少年の健全育成は大変重要な私どもの任務と考えておるところでございまして、今後とも少年の健全育成のために、あらゆる施策、そしてまた各種の法令を適用いたしまして、各種の事業に対応して、健全育成を図ってまいりたい。 また関係機関とも緊密な連絡を取ってこの問題に対処してまいりたいと存じますって言ったんですよね。言ったのに何もしなかったんですよで、えー、でそれからですねその法,務法務省刑事局長に対してですね、えー、その12歳の青年がです、ね、少年がこういう行為を受けたという報道もあるが、えー、それはですね12歳以下の少年に対してそういう性的行為をしたものはですね、えー、強制わいせつ罪に問われると思いますがいかがですか って言って、えー、それはですねそれ,は強制それ自体でつまり被害者がどうとかそ一切関係なく強制はいせ罪が成立するとされておりますというふうに答えておりさらにですね坂上さんが、えー、その条例違反とか、えー、それから児童福祉法違反 行制わいせつ罪、こういうものはです、ね、被害者からの訴えがなくても捜査の対象となると思いますが、いかがですかというふうに聞いて、えー、ごそれに対してその、えー、法,務法,務法務省刑事局長は、ですね、えー、今後ご指摘のような犯罪につきまして、被害者からの被害申告、あるいは告訴、このようなことが捜査を開始する要件とされているわけではないというふうに理解しておりますというふうに、えー、ちゃんと答弁しています。で重ねて警察にも聞いているんですが、その通りですというふうに返事をしています。ですから この段階でですね、国会のこの追及によって、法務省、それから警察、それから各種ですね、国の機関はですね、その被害者からの訴えがなくても、行動すべきである、事実として認識しているのはね、ということが、えーとまあ、課せられたわけです、ある意味、しかしですね、何もしなかった、悪意であったということなんですねでまたですね。 NHK がその電波がですね一事務所の動向で左右されることはあってはならないと思いますが郵政省はどのようなご指導されているのかお伺いいたしますって,って、えー、郵政省の放送行政局長今の総務省ですね総務省を呼んできて聞いていて。 それでその放送行政局長、お尋ねの件でございますけどこれはまさに放送事業者の NHK の番組編成権に関わる問題でございまして、NHK 自ら判断すべきというふうに考えていることころでございます、ただ一般論として申し上げますと、NHK はその公共性を十分配慮いたしまして、番組編成にあたって適切に対応されるものというふうに期待しているところでございますという曖昧な答えではあるけれども、そういうことやっぱりおかしいよねということを認めているわけですで。年に週刊文集がですねあの連続記事でこの問題を取り上げ でそれで,です、ね、2000年にこの国会でのこの質疑が行われそれに対して各省のです、ねえー、局長クラスがです、ねえー、ちゃんと答弁,をして答弁をしているということになっているわけですね。にもかかわらず何もしなかったわけですよ。ということは、えー、国がです、ね、不作為何もやるべきことをやらなかったということは明らかだと思うんですね。でなぜやらなかったのか。 えー、まずそのことをです、ね、明らかにする必要があります、しかしです、ねえー、自分で明らかにする気なんかあるわけないので、えー、まずですね、それはやっぱりそのこういう形で、えー、裁判という形でやる必要があるのではないかとで、それからもう一つです、えー、それだけだったらです、ね、被害者に大きな責任を負わせるだけになってしまうわけですね、でそれだけではないと思うんです。というのは、まず1つ目、この問題、えー、この相続税の問題、これね、払えていってくる可能性があるんですよ、国が。えー、不適切だっつってね。 だって、その資本金はさ確かにさ1000万円以下でそれ合法かもしれないけど法律の趣旨から言って東大阪の工場だとかさラーメン屋さんとかそういうところをターゲットにしてるのであってそのジャーニーズ事務所とかおかしいよねっていうことを言ってくる可能性もあります。しかもこうなったんだったらねそれで相続税を踏んだくったら国はですね国民はですね歓迎する可能性が高いですよね。だから えっと、この被害者救済のための重要な資金が国に踏んだくられる可能性があるんですよ。なので、えー、国がですね、この国が不作為によって、こういうことが起きたんだから、国も責任あるだろうということを、えー、きちんと言っておく必要があると思うんですよ、国に対してね。で、それでその、この当時の担当者とかやらなかったやつとか、その責任を問われるべきだよねっていうことを、法を使ってです、ね、やる必要があるんじゃないかと思うんですよね。 でえー、それから、こういった問題、こういうものをです、ね、この子どもを守る活動、こういうものをです、ね、会社の中心に置いているということは、もう事業が存続されていないとかっていうふうに言い出す恐それもあるわけです。そういうことも防がないといけないんでね、で国なんてのはです、ね、どうせろくでもないことしかやらないので、えー、国をきちんと、えー、正しい正義に基づいた形で作動させようと思ったら、こういう圧力をかける必要があります。 こうして初めてですね、国ってちゃんと動くんですよね。だから、えっ、ー、と、これ、勝訴するかどうかは別にして、えー、こういう訴訟を起こしておく必要があるのではないかと私は思ってます。で、でそれからですね、で、それで私た非常に参考にすべきだと思うのが、これも中坊公平さんですけれども、えー、森永ヒそミルク事件という恐ろしいのがありました。 これは、えー、赤ちゃんがですねの、えー、ミルクにヒ素が入っていた。で、それによってですね、とんでもない障害を起こす子どもたちがたくさんあったり、まあ、恐るべき事件です、えー。赤ちゃんに対する犯罪だったわけですね。で、それを最初は、えー、その被害者とその被害者の親御さん、それからそれとその、それでそ,そ,そ,その、森永とがれとたら非常に対立していて、えーその、全然救済に向かわなかったわけですよ。で、それで、えー、そこをですね、えっ、ー、と、 まあこの裁判を起こすということを通じてです、ね、最終的に、えー、共に子どもたちを救っていかないといけないよねという形でその光協会というものが作られ、そこにです、ねえー、被害者の親御さんと森永が入って、それで被害者を救済するという形の枠組みが作られました。でこれはです、ね、その公害訴訟とかの 救済の,です,、ねえー、一つのすば非常にレアな素晴らしい決断って注目,注目されたんですけど、実現するのは一つ一つしかないんですよ。けれども、えー、とこのような理念をですねやっぱりジャニーズ事務所のこの問題の被害者の救済には適用する必要があると思ってます。で、まあ、そういう、しかも前例があるのでね、でこういうものをその、えー、と企業の、まあ、この光協会ってなっのは確か公益社団法人かなんかになっていたりするんですけども、 でそれとね、企業活動とかをこう融合させるっていうよことを国に認めさせないといけないんですよね。そこいちゃもんつけてきて、税務署とか、つびくっつくとき、税金で持ってかれたりしたらたまったもんじゃありませんからで、そのためにもですね、ちゃんと国に責任あるよねと、国も入って、一緒にやるよねっていうことに持ってかないといけないと思うんですよ。だから 国がここで急にいいものになってね「はいジャニーズ事務所ちゃんと取り締まりますよ」とかって言ってる場合でふざけんなっていうね「お前らのせいだよね」っていうことをきちんとさせておかないといけません。でその国警察法務省文科省厚生省郵政省今だったら警察文部科学省労働厚生労働省総務省 こういったものをですね、ちゃんと、えー、こっち側に来させないといけないんですよ。取り締まる代わりに立たせたりしちゃだめなんですよ、あいつらをね、えー。そのためにも、私は、えー、被害者は国に対してその不作為をですね、えー、きちんと追求する必要があると思うんですで。これをですね、ちゃんとやってくださいとか言っても、絶対やんないんで、あの人たちね、えーで。絶対知らんぷりして自分だけいいものに回って、いい目に会おうとします。で 実際ですね、僕らはこれ、追求したい相続税とかで、おい、1000万、1000億円とか入ってくるらしいぞ、ラッキーとかでやりかねないわけですよね。だから、えー、そうさせないためにも、じゃこれ、すごい大事かなって思ってます。まあ、だから、それからもう一つですけども、大事なポイントですけども、でジュリーさん、ずっと持ってるっていうか、その必要はないわけですよね。このの事事事業業をを継承しててるってすごい大事なので事業を、えーっとこの ジャニーズ事務所のタレントさんたち、あるいはスタッフが、えー、とその持ち株組合を作って、組合が持ち株にな持ち株,持ち株っていうか、組合のが、えー、保有するという形です。うん、これは先ほどの鈴木さんが提唱しておられることなんですけども、な、まあ、何らかそういうですねそういうい形に移行していく必要があるとでしかもそれが、単に参加している人たちだけが、えー、とそのメリットを受けるのではなくて、 あませんこの、えー、と活動にね投入するんだよっていう正当化があればですね、えー、いろんな問題においてそのせいあのこういうことがですねこういう形で、えー、と最終的に、えー、その救済っていうことがですね実現することができるのではなくそうすればですね、えー、と皆さん救われます。 皆さんというのは、まずジュリーさん、ジュリーさん、これから人生を充実させることができます。えー、その父じゃないけど、自分の先代のおじさんの罪を償う、でもしかもそれにあなた、これこの方がですね、これ、えー、共犯者なんですよね、ジュリーさんね、あのー、知ってたんだから、でそれ止めなかったんだから、止めないといけないんですよ、その会社のその重役みたいな人はね、何もしなかったわけですから、えー、あなたも共犯者なんです。で えー、このま,まではです、ねえー、と罪に問われる可能性すすらありますこれはあの若狭勝さ,さんとかがです、ね、指摘しておられたことだけど、えー、時効になってないやつもありそうなんですねあの死ぬ直前までやってた可能性がお元気な間2018年とか2017年とかにやってた可能性があってもしそういう被害者が名乗り出てそれが認められたらですねだから、えー、とでこれはすごい大事なことなんですね。えーそういう ことととををきちんと線を引いいいいいいておかかななそうううふにに方向行可能性がありますだから、えー、これもですね、えー、そのちゃんと時効だよねっていうことに流されちゃうだけです時効になっていない可能性のある被害者をちゃんと見つけ出してその方のきちんと証言を得て、えー、その共犯者として会社とそれからジュリー氏とかですねそれからその役員とかも、えー、罪に問えますよという体制を作る必要があると思いますでその上でね その上で、えー、こういう枠組みで、その世間が納得する形で、人々が幸福になる形で活動しましょうよということを、えー、と提示すればですね、動き出す可能性があるんですどこれだけやっていいことしましょうよだってっやるわけないんでね。えー、だからまあ、えー、その関係者全員そうです。メディアもそうです。マスコミとかもですね、えー、共犯者なんですよ。で、その共犯者だよね、本当は共犯者だよねとか、本当は誰かじゃなくて、本当に,本当に共犯者だということを、 えーとと思い知らせる必要があってやっぱこ,のこれこういうこのこういう訴訟とかにねこメディアとか見れられないのかな,なんか理屈があってあるような気がするんですけどね。で、えー、つまりそのある種非常に最も厳しい対立の線を引きつつかつですねその全体を、えーそのまあ、この光協会でやったような形でですね 被害者の救済、そしてこれから生まれてくるさまざまな被害者を未然に救済するという活動、これにで、ねえー、1000億、2000億、あるいはもっと1兆とかをですね投入していく、でしかもこれあの、お金だけではないわけです。ジャニーズ事務所のアレンドさんたちのコミュニケーション的な影響力っいうのは、もうお金に変えられないです。とんででももないい力がありますすそういうものをですね えー、今所属してる方だけではなくねあのもう抜けてしまわれた方々、えー、郷ひろみさんとか、えー、近藤正彦さんとかあるいはその新しい地図の皆さんとかですね、えーまあ、そういったその元 SMAP の方とかそういうものすごい影響力を持った方々がたくさんおりますのでそういった人たちにもですね、えー、入っていただくそれでその力でですね、えー、私たちの社会の これからも生まれてくる、えー、暴力にさらされる子どもたちをですね、守っていくっていうことに実現にですね、このジャニーズ事務所というものが名前を変えた上でえで、ー、乗り込んでいくということが踏み込んでいく、そしてこれにですね、国だとかメディアとかも全部巻き込んでいくっていうことができるかどうかっていうところが一番大事なポイントかと思っています。まあ、とにかくこの,、えー、とこのみんなっていう中には、当然ですね、あのファンの皆さんが入ってるわけですよね。えー、そのジャニーズファンの皆様 であると思いますで自分たちがですねこういうような具愛して人生をかけて応援していたタレントさんたちがですね悪者扱いされてるんですねとんでもないですね被害者なのに。でこういった人々をもう何の言われも言えとなんと何ていうかあの、うん、苦しみもなくね応援するためにはすべ、えー、てが明らかにされるだけではダメなんですよ。もちろん全てが明らかにされる必要はあります けれどもそれとともにですねその明らかになった上でジャニーズ事務所が、えー、名前を変えてそしてそこにいるタレントさんたちが力を合わせて、えー、子供たちを守っていく世界をいい方向に変えていくっていうそういうことになればですねもうこれは大手を振って、えー、応援できるわけです。でそうすることによってですねその… そのあのジャニッタレがなのにはまってみたいな連中に対してですね、えー、堂々とですね自分たちの、うん、応援する人をですね応援してその人たちに対して何を言ってるんだお前はっていうふうに言えるようになるわけですよねで、えー、この方向っていうのは、まあ、もちろんですねこれはまあ完全絵に描いた餅ですよこな絵に描いた餅なんですけれどもこういう方向にですね えー、変化が起きていかないととんでもないことになります。でどういうことかっていうとこのままだとですね潰れちゃいます。だってもう何ていうの,あの全部うんあらゆるテレビ局だとか企業とかが今どんどん離れていってますね。でこのまま放置してるとみんな離れちゃいます。そうしたらタレントさんたちもですね食えないわけだから、えー、離れちゃいます。で誰もそして誰もいなくなった状態になって残ってるのはですね、えー、わずかな第3だけ。 でそうしたらあ、事業は継承できれませんね、残念でしたね、相続税払ってくださいってことになります。で、えー、このジュリーさんはすべての株を手,手放すんだけど、でも、今、今、ジャニーズ事務所の株の価値はそんなにありません。こんなとんでもないことになってるわけだから。だから、そんなのを売っ払ってもですね、すずめの涙になってるりいます。で、そうすると相続税もきちんと払えなかったりしかねないわけなんですよね。で、それともう全部、すべてを失ってしまうわけですよ。 で別にジャニージュリーさんがすべてを失ったって平気だと思われるかもしれませんがそうなったらですね、救済もももないんでですよねでもちろん、ですね、えー、そのこの会社をその株式を買い取ったりする会社は、ですね、えー、救済やりますよって言いますよ、言うけど、一人300万円、ね、とあ、はい、もう責任果たしました。 みたいなことをやるわけですね。でしかも、できる限り範囲を狭くしようと思います。あ証拠がないですね。証拠をお見せください。証拠を見せいただければ300万払うんですよ。みたいなことになるわけですね。こういうのは救済と言いません。で、こういうパターンにですね、えー、入っていく。で、これはですね、残念ながら、えー、とほとんどの、えー、公害訴訟とかの、公害問題とかがですね、歩んだ道です。例えばあの、水俣病とかね。で、最近になってですね、あのその判決がありました。 これですね、えー、と大阪地方裁判所で,ですね水俣病被害者救済特別措置法に基づく救済を受けられなかった近畿地方の住民百128人が国と熊本県現役を業テに1人当たり450万円の損害賠償を求めた判決がですね、えー、大阪地裁で、全、え、国、ー、全員を水俣病と認め、各275万円を支払うよう国などに命じたっていう判決なんですよ。これ画期的なんです なぜかというとです、ね、今まではできるだけ範囲を狭めようとして、で,できるだけです、ね、あの症状がわけわかんない基準を作って、それで当てはまる、当てはまらないですね、当てはまらないですね、残念ですねっつって、どん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 ,どんです、ね、当てはまらない、認定しない、認定しないってやってるのが認定っていう作業なんですね。で、このとんでもない方法に対して、鉄底を下したということで、画期的なんですけど、275万円なんですよ、人生破壊されて。とんでもないですね。 で、えっ、ー、とこれではですね救済にならないんですよね。だから、えっ、ー、とそのこういう方向に向かって転がり落ちていく可能性がものすごく高いと思っています。それは防がないといけない。でそのためにはですねこういう枠組みで、えー、やっていかないと。 とんでもないことになるだろうというふうに私はです、ね、非常に、えー、憂慮していますでそのことをですね、えーまあ、ぜひ皆さんにもですねご理解をしていただきたいなと思ってお話をしていただきましたではこのジャニーズ問題解決策ですけれどももう一回整理しようと思いますで結構大事だと思うのでまずの社名を変更するでそれで会社は存続するでジュリー氏は代表取締役留任し株式保有も継続する そうすることによって、えー、その特別、えー、事業承継税制を利用し続ける、これによって救済の資金を作るということですね。で、えー、それを、うん、その子どもを守る活動、それに1000億円程度投入すると。で、それで、えー、そこの中にですね、えーと、被害者の救済を含める。で、これがそのうんと、まあ、光協会というね、森永一ミルク事件の時の枠組みを さらに拡大したものです、ね、それから、えっ、ー、と、その救済にですね、あの<ー>、は、その救済っていうのは金を払うってことではないってことですね。そうじゃなくて、一人一人の人生を取り戻す手伝いをする。そのためにの力がですね、ジャニーズ事務所にあります。お金もあるし、それから、えー、力もあります。それをですね、失わない間に、えー、その、こういう方針を出してほしいんですね。そうすると、えー、人々を、ね、救う力をですね、 発揮することができるんですよ。で、これは人々に夢を、個人の夢ではなくて、えー、この国に生きるすべての人に対して夢を与えるというエンターテインメントになるわけですね。それから、えー、国を許してはならないこと国はですね、えー、完全に不作為なんですよ。その坂上義秀さん議員がですね、2000年にきちんと追求しておられます。だから知ってんの 警察ももも知っってるのででも何もしなかったんです彼らが少しでも行動を起こしていればこれは防げました2000年以降の事件は。岡本さんんは助かったんですねそれを考えると決して許すことができません。で許さんぞって言ったって彼はへのかっぱですだからちゃんと訴訟を起こさないといけないのではないだろうかと私は思っています少なくとも訴訟するぞそういうですね体制は作んないといけないと思うんですよね。で,、えー、でそれはその,この活動を中に入れると。 で長期的にそのタレントとかそれからこれ被害者こういった人々がですね株主になるように移行していく、まあ、そうすることによってジャニーズ問題ですね解決されるのではないだろうかというのが、えー、今日の趣旨ですで,、えー、でこういうものの考え方っていうものを、うん、の基礎になってるのがまあ私のやってきた研究なわけですよねまあそれの主張がこれですね「複雑さを生きる」これは柳書店から出ましたけども全般になってしまって、えー、清水さんが復刊してくださって 私と、えー、撮った、えー、清水さんが撮った動画をつけて、えー、3万8500円で現在販売しています。それにはです、ね、お金に関する動画というのもついています。そして私がです、ね、この、えー、本について詳しく、えー、15時間にわたって行った、えー、レクチャーをです、ねえー「複雑さを生きるバージョン2」として販売していて今、たぶんクアッドのまで先行販売しています。 ほ他にもです、ね、で、えー、この経済学の船出っていう本があって、これ、NTT 出版に書いてたんですけど、これも絶版になってるのを清水さんが復刊してくださいました、これも販売されています。それから、えー、生きるための日本史っていう本があって、これはですね、えー、正当者っていうところが出版されたんですけども、えー、これのですね解説動画付きバージョンを、ひつつきマウンから言っていて、かつこれはですね、もはや、えー、ほぼ絶版になってるんで、手に入んないと思います。まあ、こういった研究をですね私が 展開した上で、えー、とこの問題についてです、ねえーまあ、考えたわけですけどもこういう考え方ものの考え方っていうものを、まあ、皆さんにもです、ねえー、知っていただきたいでそのためにはです、ねまあまあ、特にやっぱり最もっと重要なのが基礎基礎になるこの複雑さは生きるですけどもこういうものをです、ね、お読みいただいて私の動画とかを見ていただければなというふうに思っておりますで買い方はこの下に出ておりまして、まあ、ひとつき万冊のホームページに、えー ですね、こういうページがあって購入することができますので是非ともですね、えー、買って読んでいただければなというふうに思います。じゃどうもありがとうございました。